炎が、火事の現場ですが、炎が噴き出しているのが分かります。ただ、煙がかなり出ていて、その炎も、霞んで見えるほどです。火事があったのは札幌白石区菊水上町一条四丁目の2階建ての共同住宅です。13日午後10時30分ごろ、建物が炎上していると消防に通報がありました。消防など21台が出動し消火に当たっていますが、火の勢いが強く他の建物に延焼している恐れもあり、現在も消火活動が続けられています。消防などによりますと、今のところ怪我をした人は確認されていないということです。現場は住宅の密集地で、警察と消防で火事の状況などを詳しく調べています。